んにちは、マルタニアエナです。プラトゥーン3ダウンロードコンテンツ、再度オーダー続き遊んでいこうと思います。前回はですね、20回まで到達したんですけど、異界のカノンに破れてしまいまして、また1回からとなっております。その間にね、真珠もたくさん集めまして、ハッキングも少しやっております。いろいろね、ハッキングして、行ったんですけど、偏りがね、出やすくなったり、ダブルチップがね、出やすくなったり、あとは塗りドローンゲージマックスにしたりとか、いろいろしております。あとね、報酬ね、リコインがね、ちょっと増えるよってやつも、上げておきました。今で21になっております。できれば最大ライフはね、どんどん上げていきたいなと思っているんですけれども、早速。まあまあ、まずはね、10階のボスまで、行きますか。よし、10階までなんとか来れました。ということで、メインショットサイズが結構大きくなっているのと、姫ちゃんはね、ドローンスプラッシュボムとメガホンレーザーをゲットしております。そしてボトルもね、ラッキーボムとかインクボトルの確率を高めておりまして、あとサポートは撃破インク回復になっております。果たして何のボスなんでしょう。ボスね、ランダムっぽいからね、何が来るかわからないから、20回でね、私がやられてしまった異界のカノンが来る可能性もね、ありますからね。行きますか。ダメやったらまた1回から頑張ります。果てしないなー。頑張るしかないけれども、閉じこもりと反発のフロア、あ、これは勝ったやつですね。オッケー。これはもうね、分かってるから、ゴロゴロマルチャーレね。もうこれは私は一回勝ってるし、容量分かってるので、サクサクと行きたいと思います。とりあえず最初はね、あの人結構コロ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 転がってくるので、地面をね、しっかり塗るところから始めたいと思います。もうここはね、スペシャルは無駄遣いします。いっぱい塗っておけると一番いいんだけれどね。今はね、一旦ね、この辺をしっかり自分の陣地を塗り固めることにより、あの子の立ち回りがしやすくなる。ので、一旦ね、あの子がね、あそこから移動しない限りは、移動しないから。そう、しかもこの BGM、このマルチャーレの BGM がね、最高。あ、動き始めた。そう、これ転がってくるから、そう、転がってきて、ぶつかって、また違うところに行ってから爆発して中身が出るから、そうで、この中身が出た段階でわーっと攻撃をね、たくさんする。ただし、あれに当たるとなんか呼び出されるから、それだけがちょっと厄介。もうね、なんだかんだね、あの真珠を集めるために10回はね、一応ボス何が来るかわからないから、初めてのね、初見を大事にしたいので、9回からね、一回はずっとうろうろしてましたからね。やってしまった。しぼんでから出しちゃった。どこっちに来ないでいただいてもよろしいですか。はい、吐き出さないでください。いけうわー、ぶつかったからなんか出てくるでしょ、どうせ。あー、出てきた。早いな、転がってくるの早くないですか。はい、転がるの早くないですか。おっと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 、大丈夫よ。はい、爆発しましたからの、中身をいっぱい攻撃、このタイミングでね、たくさん中身を攻撃していきたい、そんな気持ちもあります。いいよ、もう容量は分かっておりますからね。はい、オッケー。1個壊れた。で、1個壊れたことにより、動きがね、今度あの回転する速度がめっちゃ速くなるから、それだけがちょっと厄介なんだよね。うわ、めっちゃいっぱい出てきてるが、敵が出すぎなんだよ。出てくるんじゃない。敵が出すぎです。はい、敵が出すぎですね。はい、そんなに出ないでもろっていいですか。そんなに出ないでいただいてもよろしいですか。あれ、なんか中身出てたな。なんで中身出てたんだろう。もう少ししたらね、多分また回転し始めるはずだから、ちょっと一旦周りを塗っといて、死なないようにね、死なないようにまず塗りまして、はい、敵はやりまして、
はい、黒いやつをね、いっぱい塗っておいたら、あ、来た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 、はい、ぶつかってぶつかってあっち行きまして、爆発してからの中身が出る。はい、中身が出てる間にたくさん攻撃をしていきたい気持ちでございます。でもいっぱいね、ぶつかっていくからね。そうで、これはジャンプして避ける。いいよ、ちゃんとね、自分の倒した動画を見てね、ちょっとあの復習してますからね。いいよ、あ、いいよ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 、しっかり濡れてる。もう割れるんじゃない、もう割れますよ、もう割れました。 OK、 最終いった、いいよ。最終いきましてからの、そう、これが厄介、このね、めっちゃメガホンレーザーだね量が多すぎるんよこれね。スーってめっちゃ出てくるから、これだけが困りますね。うわー、あ、待って待って待って、そうなんだ、そういうこと、逆にぶつからせた方が良くない？ぶつかったらあれ中身が割れるんだ、で中身が割れて中身から出てくるんだっていうことは、あえてぶつからせた方が、ま、敵が出てくるからちょっと鬱陶しいけど倒しやすくはなってるんだね。じゃあ、なるほど、ちょっと今日はそれも発見かもしれない。次このボス倒すときにね、割といい情報かもしれない。はい、ディスク、はい、キスター、はい、いやいやいや、はいはいはい、いいよ。サイドオーダーのおかげでさ、ちょっとスプラトゥーンのさ、なんだろう、初心者、脱初心者ができるかもしれない。とちょっと、キャー、はい、油断しました、思いっきり油断しましたね今。はい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 、中身が出てる、今のうちだー、いけーいけー、やれーよしよし、いいよいいよ、少しずつ少しずつ、いいよいいよ、少しずつですよ。もうもうだいぶだいぶ来たー、ほれー、やったーだいぶ早かったんじゃない、イエーイ、やっと前回クリアした時絶対圧倒的、ほらー更新してる、5分41秒だって、早くクリアできたぞ、嬉しいね。よし、じゃあ今から20回までね、またサクサクっと進んでまいりたいと思います。ちょっと怖いからセーブだけしてきた。いやでもここまでで一回もまだね、死なずにね来てるのはね、割と頑張った気がする。よし、じゃあ何の敵かわからないけれど行ってきますか。入る、頑張ろう、緊張する。前回は20回倒せませんでしたからね。うわぁ、緊張、手汗がやばい。わ、一番初めに見たことあるやつやん。これね、サーチライトってやつにね、気をつけないといけないんですよ。だから、とりあえず、これも、塗ることをしないといけない。そう、塗ることを優先させないと、逃げれないから、一旦逃げるのを優先させます。逃げるのを優先させるために一旦塗ります。サーチライトに見つからないようにしないといけないから、一旦塗りを優先してまずは塗ります。そう、ぐるーって回ってくるからね。そうで、これをここのこの顔を倒せば1個減るんよ。でそうすると、あ、そう、こうやってね来るから気をつけないとやばいんすよね。そう、こうやってやらないといっぱい来るから、この敵がね、意外とね、本当に厄介すぎて、そう、難しくない？これサーチライトに見つからんようにするのむずいってどうやって見つからないようにする、もしかしてこれ、これそのための壁、もしかして、やばい、見つけてしまったかもしれん攻略方法を見つけてしまったかもしれん。なるほど、そのための壁か、これ。なるほどね。確かに、ここに隠れてたら見つからないわ。いけいけー！なになになに、攻撃が来ます？
くるんでしょ、このこれを。やばいやばいやばい、何ガクついてる、本当やガクついてる。いけ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 、いや、どんどん速なってる気がするな、速くなってる気がするな。あ、なんか飛び越えてった、いけーいけー、はいはい。で、サーチライトが怖いけど、ここに隠れてたら大丈夫ということが分かったから、対処方法としては分かった気がする。あー、やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、怖いよ。やばいやばいやばい、だってサーチライトの速さ、速くなってるサーチライトが、やばいやばい、サーチライトの速さが尋常じゃなく速くなってるから、出てくのもちょっと大変だな。オッケーオッケーオッケー、やばすぎる。でもちょっとだけ減った気がするから、この調子でいけばなんとかなる。で、これの後ろに隠れてたら大丈夫っていうことが分かったから、一旦ね、一旦ここに隠れながらボムを投げつつ、まあ、敵が来る可能性も大いにあるので、一旦ね、逃げられるようにだけはしとこうかな。なるほどね、鍵があったら隠れると、そういうことですね。やばい、くんだ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 、いけ、怖すぎる、なんていう敵なんだここ、緊張すんな、いけいけやれやれ、マジで怖すぎる。ちょっとここ怖いな。で、回ってる間にこうやって塗りつつ、やばい、逃げる逃げる、戻れ戻れ戻れ、なんか歌ってるなんか歌ってるように聞こえるんだけど、なんかお歌を歌ってるようで聞こえますね。いいよ、姫ちゃん姫ちゃんナイス、姫ちゃんナイス、やばい、これがね、どうやって避ければいいのかが全然わからない。いや待って、無理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 、無理やって、何考えてんねん、どうやってやるんやこんなもんいや無理無理、アーマーゲットしたけど、ゲットしたけど、いやちょ怖い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 、見つかると攻撃されます、はい、見つかると攻撃されますね、そうですね、はい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 、いやまあいいって、ちょい、やば、足つりそうえ、だってまだ果てしないよ、まだ上に行くのにまだまだ時間かかりそうだけど、回るのが早すぎてさ、攻撃するの大変なんだけど、いけいけー、いいよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫だね、はい、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です、はい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 、
一旦大丈夫だけど、どうしたらいいんだろうな。あれをどうするべきかちょっと悩んじゃうな。やめてくれ。いいよ。攻撃が来ます。気をつけてください。いけーやばい、助けてー、怖いよ、なに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 、次は怖い怖い、怖いです、非常に非常に怖いです。いけいけー怖いよ。だいぶだいぶいけるようになってきた気がするけど、だいぶいけるようになってきた気がするけれど、いやーこれはね、もう二度と戦いたくない、この敵やばい、それやばい、そのボムやばい、いけいけやばいよ、怖すぎる。いいよ姫ちゃん、レーザーナイス、レーザーナイス、レーザーナイスレーザーナイスすぎる。あと1個じゃない、あと1個じゃない、いいよ、いけー、なになに、何が来るの次、何が来るの、何が来るの、来ないで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 くれ、あ、今止まってる、いけいけやったうれ、マジで怖かった、やったな、うちこのフロアでもロッカーの鍵ゲットだ。にしてもオーダーのやつあんなヤバいに起こしやがって、ほんとだよ、ユニバースの色のない秩序の世界にするために邪魔をさせないということですね。誰しも自分の意志を持たない世界からここへ来る前にいた場所がまさにそんな感じだったな。水田、もしかしてあなた深海メトロに？深海メトロってハチがいたところじゃん。僕は深海メトロで何者かに意志を奪われて、DJ として音楽をかける作業をさせられていたんだ。といってもあそこでの記憶はほとんどないんだけれど、そういえば誰かの声を聞いたようだ。まあとにかくあの世界は二度とごめんだよ。あなたがそんな目に遭っていたなんて。実はネリバースは深海メトロで消毒され、操られてしまったオクタリアンの心を修復するために開発したものなんです。
水田が自分の意思を取り戻せたのは、その修復機能がうまく働いたからかもしれませんね。なるほど、イーダのおかげだったわけか。ずいぶんでかい借りができてしまったな。おっしゃ、ネリバース王だから取り戻して、他のタコたちも助けてやんねえとな。助けてやりましょう。なんか音楽変わったんだけど、嫌だ。とりあえず自販機行くか。一旦ね、自販機行って21回は終わらせて、一旦セーブして終わろう、今日は。怖いよ。とうとう21回まで来てしまいました。これね、ライフは絶対買います。ライフは3にします。倒した敵からラッキーボムが出る確率が増えます。買います。ぐらいかな。いや、怖いって、音楽が怖いよ。とりあえずちょっと手汗もやばいので中断してセーブします。うわぁ、20回のボス倒せてよかったー。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。無事ね、10回のボスも倒しましたし、で20回のボスも無事倒すことができましたので、次は22回からですね、スタートしていきたいと思います。もし、次、負けた場合はまた1回からね、頑張っていきたいと思います。10回のボスとね、20回のボスは、サクッと倒せたらいいんですけどね。ちょっと円盤のやつはね、ちょっと心臓に悪いですね。かといって異界のカノンが、一番最終で来ても、嫌なんだけどね。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見て！